どうもこんにちはです。さとちゃんの青空コンサート、今日は2004月の9日です。妻が早く帰ってきたんで、このストーマー交換してもらいました。おとなしくしてる場合だもんね。あ、一番困るのはね、そのほら下の下をこうに巻き込んで貼っちゃう場合があるんだよね。そう、剥がすとき言っていいの、ビョロって言って、だからこうそのずっと下へ、ずっとこうに下に下ろしといて、こうやってペタッと貼ってもらうんだけど、それがなかなか巻けないんだよね。ほんで貼ったらばね、オリーブオイルをね、バージンオイル、あれをね、スプレーちょし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 ょ20回スプレーするとうまく袋の中で分離するから、油とね、あれが排泄物が分離してね、つるーんといくようになっからね。やってごらん、こんな便利なものはないからさ。私が考えたの、今日はこれハイレゾのイヤホン、オーディオテクニカ 1100X、 これは飾り、これは草履だね、これね。こっちが右側っていう意味ね。右左分かんないから、これ一応つけといたのもね。ハイレゾ。はい。今これ、ヘルツまで聞こえるようになってます。要するに、だいたい普通のイヤホンはさ、2万2000円だか3000円ぐらい、2、3000円ヘルツぐらいでしょ。だからいちいち見る必要、こうやって試して聞く必要もないんだよ。数字を見ればすぐ分かんだから。これはダメ、これはダメ、これはこっち使え、これはダメさ。ね。で、今日はこれ外します。この、ハイレゾのコードが高いんだよ、これ、コード。これ。コードだけで1、これこのほら外れるでしょ。あとこれは100円ショップ、こうまパチうまくうまくね、パチンコンとこうはめ込んだだけ、こうさ、バックのゴーチ、ろうそくの炎を消すように、はあ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 、ね、これバックのゴーシーですよ、ゴーシー。ゴッチしましょう、研究。研究が第一です。
バスピースに当てる瞬間までふーっと吹いてる。ね。これがポイントです。やめた今日。いいとこでやめるのがちょうどいいのね。バイちゃん。